というのを僕ら知りましてですね、それからずっとワードプレス一本で、仕事をしています。まあ、どういうのをやってるかというと、まあ、大学のサイト作ったり、銀行のサイトを作ったり、大学のサイトを、おお、女子大ですね。そうですなんか施設、でっかい大館、スーパーアリーナっていうサイトを作ってみたり、なんかこれ、なんかスイスに近い、スイスで200年ぐらいやってるプライベートバンクのサイトを作ってみたり、あ、こういうなんか美的っていう小学館さん の雑誌のサイトを作ってみたりということを、まあ、ちょろちょろやってますよという感じです。で、まあ、今2006年の頃は本当にワードプレスって何ですかっていうぐらいの距離で仕事はないし、まずワードプレスが何でやって説明するのが大変やったんやけども、今もう2011年になって、まあ、こうやって勉強会するとたくさんの人が集まってやってるわけですよ。で、もう仕事してると本当に覚えておいた方がいいと思うんですけども、こういうオープンソースのいろんなプロダクトがあって CMS って言われてて、要はなんかサイトを作るツールっていう中で、今ワードプレスってもう圧倒的なんですよ。結局もう半分以上はワードプレスでできてるんやから、ワードプレスを使うってことはもうなんか当たり前だから、そこで選択するのに迷うっていうのはやめた方がいいんじゃないのかなっていうような状況が、まあ、数字的に出てますよという感じです。なんでワードプレスを学ぶということは、まあ、仕事をするだろうなというところでは、もう絶対的な条件になってきてるんじゃないかなという感じです。はい。まあ、そんな感じなんですね。で、今日ちょっと話がしたいのは、まあ、ワードプレスでなんか作っていきますわっていうことで、まあ、いろんなテンプレートがどうやとか、プラグインがどうやとか、どういう本っていうのがいっぱいあると。で、もちろん仕事でやってる方も多分今日はたくさんいらっしゃると思うんですけども、ワードプレスでそういう、ある一定限のサイトを、作っていこうとしたときに、最近よく言われることがあります。ワードプレス、レスポンスがなんか遅いとか、なかなかなんか早くならへんとかっていうことで、まあ、最近僕らの中でよく言われるのが、高速化、ワードプレスを高速化するっていうことについて、いろいろ取り組んでますよ。で、ワードプレスを速くするということに対して、なかなか面白い技術がありますので、それをちょっと紹介しておきます。はい。で、3つ、とりあえずワードプレスを速くするために必要なことがあって、まず、負荷分散をすると。サーバーサイドの負荷分散をしていく、ローマージングしていくっていうことが、まず一つ必要なことがあります。で、もう一個はまあ、ランプっていう、要は Linux、Apache、なんだかんだっていうことで、その上にワードプレスを走るんですけども、ウェブサーバーですね、Apache っていうものに対して、ちょっと不安な要素があるというか、なかなかしんどいんですよ。でそれを置き換えるような、新しい技術があるんですっていう2つ目。で、3つ目ですね、やっぱり動的に生成していくので常に、リソースに対してアクセスをするんですけども、まあ、それをまあ、キャッシングの技術を使ってですね、無駄なリソースを使わなくて早く使用させると、この3つをきれいにやってあげるとワードプレスは劇的に速くなります。この3つですね、まあ、負荷分散して、ウェブサーバーをバシッと決めて、あとはプロキシキャッシュというキャッシュをうまくコントロールする、この3つをやっていくことで速くなるということが分かっているということです。ね、この3つ、これね。お、これね。なんかこれ、ね、iPhone 的な感じになってる。これね。レボリューションな感じね。ね、革新的なウェブスターだね。はい、で、それ、この3つのことを叶える技術として、エンジン X っていう、ウェブサーバーであったり、リバースプロキシーであったり、ロードバランサーというもののオープンソースがあります。なるほど。これを使うことによって、超ハイパフォーマンスなワードプレスサイトが完成したという形になります。ピザ来た。ピザが来たので、ピザに注目してください。
グラフの話は非常に大事なことを言います。これウェブサーバーの2010年 の, あの統計のグラフです。で、見てほしいんですけども、アパッチ、皆さんいつも迷わず使ってるアパッチです。アパッチっていうウェブサーバーがあるんだけども、常にずっともう圧倒的なシェアを取りながら、誰も迷わずアパッチを使うんですよ。 40% から 50% 弱ぐらいのシェアがアパッチは、なんと1996年頃からずっと誰も迷わず使ってきて、でアパッチ悪い方は悪くないです。ただです、今最近の、ウェブサイト、まあ、動的に生成するものだとかっていうのと、あとはソーシャルメディアに対応して、いつトラフィックが爆発するか分かんないピザ残してアパッチ落ちます。なんせ500番のマシンとかよく起こる、はい、でそういうことを回避するために、なんかクラウドだどうだこうだっていうこともよくやっていくんだけども、それだけでもやっぱり落ちるのが落ちる。でなんであかんかっていうと、結局アパッチっていうもののアーキテクチャがもうそんなトラフィックもないし、全然そんなインターネットでこんなに使わないだろうっていうところから企画されて作ってるものなので、その延長線上では今の大トラフィックだとか予測がつかないものに対して対応ができないんですよ。それに対して、やっぱり使われてるのは非常にこれは問題があるグラフなんですね。でこれに対して改革できるのが NGX っていう、まあアパッチっていうのがあったから、まあこう表すとパフォーマンスあんまり良くないですよっていう。で効率っていうのは、メモリとか CPU の空パワーですね、効率悪い感じです。マイクロソフトの手がいたらごめんなさいだけども、 IIS っていうのはまあこんな感じのところに来ます。はい、でそういう、まあ、古い企画の中でやってるものに比べて、 NGINX っていうウェブサーバーは圧倒的にパフォーマンスはいいし、リソース効率も、要するに小高位サーバーでもクッソ速くなるってことです。要はお金があんまかけずにも、速い処理ができるっていうことになります、ね、革新的な処理能力を持ってます。で、まあ、どんなに革新的なのかっていうのを本当に知っておいてほしい。と今日さっき志賀君が紹介したけど、9月にやったワードキャンプ神戸のサイト、あれも NGX 入れてます。でどのぐらいパフォーマンスが改善されたかっていうことをちょっと数字を見てもらいたいんですけども、ベンチをかけましたね。まあ結構ハイトラフィックな形でベンチをかけてます。でレスポンスのところ見てくださいよ。普通に入れたらワードプレスは秒間でアパッチの場合 2.4 ぐらいしか処理できないんですよ、リクエストに対して。それが NGX に置き換えることによって880人ぐらいさばけます。まあ約366倍ぐらい早くなんですよ。366倍早くなんですよ、本当に意図的に早く。でさらにそんなにクッソ早くなるのにもかかわらず、ロードアベレージ CPU の使用率は約3分の1だし、メモリのフリーの領域、メモリも約30メガほど軽く処理をしていると。これが事実だし、これはウェブサーバー上に上がってる状況での数字なので、実はローカルの環境で AB を出すとこんなもんじゃない、要はネットワークボトムでこのぐらいまでしか出ないだけなんですよ。何千倍何万倍っていう通常データが実は出たりする、そのぐらい圧倒的に違うレスポンスを返してくるっていうのがNGX っていうものを使った時の効果、ね、で技術的な話を言うと、まあ、NGX は非同期のソケットでリクエストを処理しながらもリバースプロキシでキャッシュするというこの二段構えでやるので、まあ、超高速であって少ないリソースで処理ができるというふうな形になりますよと。なんで、まあ、現代のウェブが抱える共通の課題ですね、トラフィック、予想もつかないトラフィックの増加、ね、でやっぱ表示が早いってことは求められます。 PC だけじゃなくて、こっちじゃないや、こっちか、こういうものを見るときもやっぱこいつのパワーによって処理をするので、やっぱり早い方がいいんですよ、何にしても。あとはまあクラウドサービスなんですけども、要は成長によってちょっとどんどんやるっていうサービスはクラウドサービスを使ってくるんですけども、そういうものにも合致しているような構造だから、ロードバランシングして何台もの構成が簡単にできないといけないということですよ。
で、そういう現代のウェブ、これからなんかサービス作るサイトを、まあ、提案するという時に、まあ、そういう技術を使っていくんだけども、実際 Nginx というものを採用しているサービスだとかサイトっていうのはこういう人たちがもうまさに Nginx を使って、運用してるんですよね。 wordpress.com だってそうだし、ね、Facebook だってそうだし、 Zappos だって Dropbox だって GitHub だってなんだかんだっていう、要は圧倒的にレスポンスとかトラフィックだとかいつ起こるかわからないっていう状況があって落としちゃいけないサービスが採用しているウェブサーバーは Nginx。 この言葉は覚えておいて損はないです。で、Nginx は、WordPress、PHP ですけども、WordPress とかそういうのだけじゃなくて、土俵を切るのにコンクリートやってる人とか、なんかいろいろやってる人いますよね。あらゆる言語、あらゆる、CMS、アプリケーションっていうものに対しても、Apache など有効的に使います。要は、これ使ってる人たちも速くなるんですよ、はっきり言ったら。同じように速くなるんです。シンフォニーがない。はい。シンフォニーはごめんなさい。シンフォニーも行きます。バッチリ。最後にワンモーシングス。ワンモーシングス。これすごい重要なネタなんですよ。これ使うと速くなるっていうのは。なんでかを、最後に行きます。うちの方でふざけた名前ですいません。NinjaX っていう名前で NGX をインストールしたりだとか、マイグレーションしたりだとか、アパチからのマイグレーションですね。だとか、まあ、保守だとかサポートだとかバージョンアップだとかいうことを見る、NinjaX という名前で NGX をサポートするサービスを今やってます。で、もしそういうことでですね、ご相談があればですね、お問い合わせをください。本当にトラフィックで悩んでるだとか、抱えてるサイトがどうのこうのという場合に、必ずですよ。必ずパフォーマンスを改善することが言い切りましたよ、今。できます。だって、で、しかも、値段も絶対安いです。だって、もう今死にそうなものを何台もまたサーバーを増強して、構成を変えてやり直すっていうことを考えたら、もういきなりハードウェアの値段がなんか全部かかるわけですよ。これに対して、アパッチから乗り換えるっていうことは無停電でできますので、非常にリスクも少なく、早くできる。これできなかった時にマシンを増やしてくれっていうぐらいの話なので、ぜひ何かそういうお客さんだとか知り合いだとかで、パフォーマンスに非常に問題がある、トラフィックに対して何か改善したいと思っている方がいたらご紹介ください。以上です。ありがとうございます。おー